대로. 공방과 교무 공승이가 토리모스 교무가 대주부です 교무가 맞기는 하야미가いたので 하야미ではないけど いたので 書いてなかったっけ？あ、書いてなかったっけ？あ、書いてない。あれ、さっき書いたんだけど、セーブっていう書いてなかったな。 タイトルを保存してなかったんだ。 単純な単純なタイトルでいいや。よし。オッケー。配信者って大変だね。そうですね。いろいろあれとれね。これ気を配らないといけないから、大変なとこもあるかもしれないですね。
反則を引いて、しかもなおかつチャンスでっていうやつが来てくれなと。別のことができないのか。そうじゃないかっていうぐらいの穴の引っかかりぐらいですね。あんまり引っかかんないのに、ね、単純な確率だけで決まってるとは思えないくらい偏りあるのが面白い。それに振り回されております。一定じゃないから、運が一定じゃないから、まあそれも魅力なんでしょうね。こうやっとけばいいっていうのがあまりないんで、まああるっちゃあるけど、いい魅力ってかなり左右されるし、
作るんだよ。気持ちはあるんですけどね。目標を決めて、その目標が見えているだけに他の方がやる気が起きない。進んでるだけ。ことは他の配信者さんも結構やってると。一度クリアしたらもうやりたくなくなるな。配信やってなかったら自分もそうです。一度クリアしたらやるんですけど、配信なんで。配信はまた別なんです。配信者さんも多分そんな感じの人が多いですね。多いというか、もいますね。なるほど、違うよ。うん、違いますね。配信じゃなかったら自分もこの世で。なんかファイナルファンタジーとかでも一度クリアしたら、一度クリアしても裏の要素とかあったりするけど、なんかエンディング見たらもういらなくなるし。なんや、ドラクエの RTS してる人たちも、近い感覚を持ってやってると思いますね。挑戦する面白さでみんなずっと続けてるんだと思います。それ来てくれないとね。ああ、300歳だ。
좀 하지만 생금을 제 히트나이 노래 쓰러져버네. 강박도 그사를 그사님 없어. 引っかかりすぎなんだよ。
だか。ちょっと遅い、ちょっと遅いよ。取ればいいね。取ればいいね。
興味できるってどういうこと？だよね。なんで2つも出るかな。これでしばらく出ないじゃん。一つは分けてほしいな。もう出たいな、やっぱり。もう出たのは嬉しいけど。
火力も欲しいですね。今後のアイテム次第なんだよね。剣、それは剣とはなんだよ。何が出てるかね、使うか。なんだよ、落ちてないんだよ。通じってなんだ。トカゲってなんだ。なんかそれ。時間が出たくないんですよね。そんな時間かけたくないって言ってる。この辺に敵をかわしたいんですけど、捕まったばかりなの。もうなんだくれ。ちょっと何で使ってんの。この辺避けたんです。敵から避けたいんですよ。敵から避けたいんですよ。最悪の階段を避けるな。パンもないし、これはやばいんじゃない。パンがない、やばい。
아니면 저기 잠시나만 가까이 쓰기가 여쭙다 소리 하나 이겨 우리가 이제 사용품도 왜 이렇게 다 음악도 있더라 カウンターの このちょっと最悪レベル事故ってる感じ ちょっと大事故だったみたいですね。
ちょっと。パンの巻物投げたらパンになったらいいのにな。ねえ、あれ敵がね、パンになったら分からんな。魔人ブーみたいなやつ、こっちが敵に魔人ブー扱いされちゃうな。ねえ、皆さん何ですかね。の高さ、出会うこの感じの敵に遭遇する縁の悪さがちょっと異常すぎる。すぐるって、あーもうね、逃げられる。敵に出会いすぎなんだよね。相手の補充もままならない。ちょっとひどいですね。逃走してんのって本当に思うぐらい。盗んでけ、勝手に盗んでけ。ちょっとそこのアイテムぐらいの、ちょっと何もう引きいる。そしてゴミアイテム、メイドインチャイナって書いてありませんか。書いてあるかもしれないです。外したら指輪の腹の部分に、腹腹じゃない、裏側に。
目玉かい。ちょっと待って、来んな。もうちょっと、うん、草がよ。大丈夫、もう帰ってます。なんだ、どうしたんだこの急なこの試練は。なんだ、まだ安定できてないんですね。ひどすぎる。なんだよ、来んなよ、いや飛ぶなよ、いやもう、うん、またこのパターンかも。またのパターンですかこれ。火力なくてダメなパターンですか。そうですか。どっち？前に来たのか。相手の補修がままなりませんよ。いや、今はいいけど、本当に足りませんよ。いや、受けない。それは困るな。
火吐くやつが また来た。気合いにしてもらえない。こんばんは。こんばんは。気合いにしてもらえないよ。これは見に来た。ご先輩は、すまらん、気が休まらん。もうガチムチ苦しい。ちょっとハウスがあるならハウスをやりたいんだけど。気がしてた。レベル違うから誘いにくいって言ってる人いたよ。誰だろう。おへさん。おへさんかな。おへさんかな。違うかな。その話題が何回か、出ましたけどね。違うのかな。
그런 걸 꼬았을 때, 꼬이새끼 했다라는 생각이네. 縦なしでちょうどいい感じかな。力たくさん欲しいね。足めっちゃ欲しい。縦なし、縦なしをやったことがあるんですよ。ここだな、安全したいわ。縦なしで対戦したこともあるんですよ。次、5、6人並走した時があって、縦なしで自分を打って縦なしでちょうど良くなかったんです。縦なしで勝てた。縦なしでほぼダブルスコアをつけてしまう回数まで行ってしまって、60回まで行ったんで祈り運いいね、わら。そうですね、そっから対戦は、じゃあ助けなしだね。そっから対戦は一度もしてないです。取れなくて感じて、ことがありますね、もちろん。むしろ配信するなら鳥猫にの方が詳しかったですね。 ITA まではやってないけど大体は分かってる。これいらないでしょ、ダメ。違うのか、下か右下か。帰れるかが微妙じゃないかな。縦がないからきついな。すぎる。
力欲しいな。力祈り、力祈り、バイトル、力のため。もうやめてくれ。右下臭いな。右さんの後ろに髪が見えます。悪霊がねしか見えません。運がね見えるとこじゃないんだよ。使えないものだけだと思うね。お腹痛いから早くクリアしたい。トイレ行きたいとか何が言うてる。クリアできるんだれば。うわ違うとこ行った。お前は誰だ。それがあるんだったら別だけど、いらないですね。
ゴミを捨てなさい。なんだ。ヨシスからゲット。もうちょい欲しいですね。3年前。どっちもいい。こっちもでもまあありがとうね。歯ブラシ。なんかいいですな。1時間で96回悪くない悪くはないよ。最悪だもん。見る何が足りないんですよね。何が時の差が足りないんだよね。これがどうなるか。足りないよな。どこなんだ。ないんですけど、あった。
Thank you.
살더라고요. 조금만. もしかしてと思ったら使って後悔する気がした。
Thank you.
そこなんですよ。それでると思うんだけど、今のだけで
3번 자취의 가능성을 지켜드렸다. 3번 가능성을 드렸다. 승리가 뜨겁다. Thank you.
ぶれ、わら。まあ最悪、この階段も最悪。なんで階段が悪くなった。レミーが。どうなったの。よかったな。ピラッてなった。行かないな、こんなの。お疲れ。ありがとうございます。おめでとうございます。3分更新できると思ってたんだけど、もう決めてた気がするじゃない。初見です。ありがとうございます。いやー、納得いくかね。この最後の3分25秒、初めて更新する瞬間に巡り会えた。納得いくかね。
すっごい待ってるかな。大幅更新もあっただけに微妙な新記録、うんね、あら火力なかったのは強いで吹き慣れたんで、もうそれでタイムが伸びた。相手も良かった。ちょっと弓が足りなかったけども、なんとか首の皮一枚つながりながら行ってたんだけど、その最後の最後に正直嬉しさより悔しさの方が強いですね、笑。2点ぐらいですね、最後50回から打つの間の区間は2点ぐらいですね。左の時が過去の最速の時は10点満点、あと9点ぐらいかなだったんですけど、今回2点です。最後の区間最悪です。いやーもっとここなんとかなったように、うんだけど運次第だけど、なんとかなってたように、もうちょっと運に普通を引いてたら1時間32分ぐらいで消えるかなと思ってたんですけど、いやー納得いかないな、このタイム。これで解放されないですね、またやらなきゃいけない。うん、1時間で90何回だっけ、95回ぐらいかな、ちょっと忘れましたけど、で、まあ、杖のね回数も結構あって、火力はなかった分杖で補えるっていうところで、ある程度いけるのかちょっと期待したもので、納得がない、納得がないな。うん、まあ仕方ないですね、これも運ですからね、こういうのも。ここのタイムもっと早くできるし、伸びしろは全然ありますね。ここ25分、4分ぐらいでいけるときはいけるから。ブルー一色。ですね。そのここマイナス10分とかで、ね、なるんで、50回、70回がマイナス10分。こっちのタイムは今度新しくなるから、43分、70回43分。90分目指さないと。考えていけないから。ってなったら90回の55分ぐらいか。で、折り返しで1時間切れないんだけどね、これはなかなか難しいです。うん。うん。普通に目指すのはまあ目指すけど。うん。楽しんでやる、楽しんでやる。何回も盗賊出たの、あれ何回出たっけな、10回付近だったような。でも人形受けもすぐ出て、結果的に後で調べて分かったけども、人形受けも出てて、シールドキラーもすぐ出て、見てみますんなり今回そったっていう、そんな感じですか。まあ、とりあえず更新したからどっちですかね、わら。消化不良なんだよな、めちゃくちゃ消化不良なんですよ、今回のタイム飛び込ますのに。かかってるな、ちょっと6分はちょっとかかってるな。うん、まあ記録が出たからいいのか。別ゲーム、何が楽しみなのか。時の砂アンドレミーラがもう少しあれば、どっちも1万円あればちょっと安定はしたんですよね。ただな、80
80回だったかな、折り返しの80回でちょっとうまくいった、耳が使わないですぐ見つけたっていうのができたんで、まあ、なんとかね、首のかぶせにも1枚つながったけど、まあ、もう1枚あるといいなっていう。ゲーム、ゲームどうしよう。別ゲームは YouTube の動画に上げることにしよう。別ゲームは一応何個か YouTube の方にチャンネルで上げてるんで、うん、まあね、YouTube の動画に関しては FC2 でやってる延長戦みたいな感じなんで、盗賊が不良品でしたね。ちょっとモンスターに厳正なんですよね、うん、しかも安定しない時にいっぱい出たんで対処に時間がかかっちゃって、終わりには早かったんだけど、まあ伸びしろなるとまだ5分あるでしょ、やってたらなんとなく感覚で、うん、5分あるっていう感覚は感じてるんで、消化不良だな、うん、正常化不良だな、うん、よし、何他のものって言ってもマリオ3の RT、 これ言ってもうん、マリオ3のね、あと1回ぐらいいっちゃうか、この辺でやめとこうかな、体力はあるけど、でも泥沼にはまりそうなんで、マリオ3の RTA とかやってたのに、やってたのってわけでも、ま、1、2年前に2回だけやりましたっけ、去年か、去年ぐらいにやったのか、ルバガの野望、旅したなんだ、なんだこれ、アクエスリン、うん、シューティングとかもうやりたいっちゃやりたいんですけどね、苦手ではないと思うんですね、思ったけど、自分が一番苦手なのは格ゲーかな、それ以外のそんなに苦手意識はないので、まあ、やりたいっちゃやりたい他のゲームですが、ですがね、この消化不良ね、まあ、またやります、もうちょっと何にやるかは、その定義しておきますね。次は。何かしら、自分の中で、うん、次の配信のものどうなるか、どういう気持ちになっているのか、わからないんで、予定にしておきます。よし。今日もこれ、切り替えが出てくる。これ次やったら、泥沼に入っちゃうんで、次にしましょう。よし、では終わりにします。お疲れ様です。この配信はまた YouTube の方に動画としてアップしますんで、よければチャンネル登録とかお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。FC2 年挑戦でやってる感じなので、もしよろしければお願いします。では、お疲れ様でした。おやすみなさい。